平野美宇。前回女王破り。初 V に王手。準々決勝では、世界ランク1位。丁寧も撃破。卓球アジア選手権。第7日、15日。中国、無釈。女子シングルス準決勝で、平野美宇、17。エリートアカデミーが、前回女王の、朱雨玲、22。中国を、11、7。11、9。11、8の、ストレートで、破った。前日には、準々決勝で16年、リオデジャネイロ、五輪金、世界ランク1位の、丁寧、中国、を初めて撃破、勢いに乗り、初優勝へ王手をかけた、世界ランク2位の首都、日本勢の対戦は、大会前まで44試合で、石川佳純、24、全能の2勝のみだった。決勝は19時45分、日本時間、開始予定で、世界ランク6位の、チェンムン、23、と対戦する。日本勢では1996年に、小山千玲、74年に、枝野富江が、優勝している。関連記事、平野美宇、リオ五輪女王の、丁寧に大逆転、バースデー金星、卓球アジア選手権、女子シングルス、準々決勝、平野美宇、3、3、11、12、14、11、9、16、14、12、10、2、丁寧、14日、中国、無釈。卓球のアジア選手権は14日、中国の無釈で行われ、女子シングルス、準々決勝で、世界ランク11位の、全日本女王、平野美宇、17、エリートアカデミーが、リオ五輪、金メダルの、同1位。丁寧、中国、2、3、2、3、11、12、14、11、9、16、14、12、10で逆転勝ちし、4強入りした。シングルスでは、丁寧に、過去5度対戦し、1ゲームも奪えなかったが、2ゲームを連取された後に、大逆転、自身の17歳の誕生日を飾った。